クダヤガラ科は、トゲウオ目にクに所属する魚類の分類群の一つ。クダヤガラなど、沿岸の浅い海で生活する海水魚のみに属2種が記載される。クダヤガラカは2種のみを含む小さなグループで、いずれも北太平洋に限局して分布する。クダヤガラオリックシースジャポーニカスは日本及び韓国の近海、チューブスナウトアルリンカスフラビットスは、 アラスカからカリフォルニアにかけての北アメリカ沿岸に生息する。クダヤガラ類は浅い海の岩礁、藻場で生活し、網などの甲殻類や小魚を主に捕食する。しばしば大きく濃密な群れを形成するが、食用魚として利用されることはほとんどない。ホヤの対抗に散乱する習性が知られている。クダヤガラ科の仲間は細長い筒状の体型を持ち、 最大で17センチメートルにまで成長する。体側には骨製の甲板が一列に並ぶ。チューブスナウトは1トゲ4軟条の腹びれを持つ一方、砕や柄は腹器を欠く。背びれは24から26本の独立した短いトゲ状と約10本の南条で構成される。おひれには13本のひれ状を備え、エラ状骨は4本、椎骨は52から56個。 クダヤガラカには、ネルソンの体型において二属二種が認められている。クダヤガラ族をシワイカナゴカに含め、本家をチューブスナウトのみの一枝型として扱う、見解もある。チューブスナウト。細長く円筒状の体つきは、本家魚類の特徴である。本種は腹気を持つことで、クダヤガラと鑑別される。ありがとうございます。